月もパラパラで今月もとりゃごきげんようねえ久しぶりだねいやー今日もねみんなに聞きたいことあってきたんだけれども、ね、もう4月だけれどもさエイプリルフールってどう思うエイプリルフール年に一度嘘をついていい日だこんなのいるみんなしょっちゅう嘘ついてるでしょしょっちゅう嘘ついてるよだって先月だってさライラックブルーでやったネタさみんな笑ってくれてすげえウケたからさ他のお笑いライブでやったらそこそこ滑ったよそこそこ滑ったねえねえアンケート見たら滑ってるけど明るいですねってほっとけよほっとけよバカ野郎あとなんだあの占い師占い師も錦糸町のさ占い師がさカズーさんのラッキーカラーオレンジですってオレンジお殿様だよこれでねこれでねアウアングランプリ行ったらね予選1回戦敗退だよすごくない作家さんに相談したらなんででしょうねって言ったらねいやおかしいですね1回戦は素人しか落ちないんですけどやかましいわどう思うこれ本当にどう思うああどう思うあとさこれどう思うよくさ、怖い話でさ、ね、一人暮らしの部屋に帰ってきたらさ、ベッドの下に知らない人が隠れてたっていうのあるじゃない。どう思う？信じる？かというさ、一人暮らししてんだけど、この間さ、家でふとそれを思い出したの。思い出して、勇気を振り絞ってね、覗いてみたの。そこにはね、かつが今年新キャラでやろうとしたカトゥーパムパムの衣装が入ってた怖くねー怖くねー怖くないねピンクと白とフリフリのスカート39歳の独身のおじさんの部屋に怖くない怖ーと思ってさでさ、あのさ、その時やろうと思ったネタ見たい見たいこんな感じ、うんつけまつけまおかまつけみんなも怖い怖いもうどう思うこれもうねえあとさこれどう思うあとさ先月さ新キャラでさ売れないベテラン芸人カトゥーっていうのやったのほんと結構好評だったの今月もやろうかなと思うんだけどどう思う芸人一人だけカツオのネタはみんな話していいんだからね、本当に。やっていい？ねえ。集団無視ねえ、やるよ、じゃあそこまで言うなら。てねって。てねってか。トーン売れないベテラン芸人、トーン売れないベテラン芸人、カツオ登場説明しよう売れないベテラン芸人とは芸歴約20年ちょっともう一回最初からやってちょっとあれおかしくないかんだろうなドーン売れないベテラン芸人カトゥー登場説明しよう売れないベテラン芸人とは芸歴約20年40歳前後略してポンコツであるてて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 説明しようそのポンコツはお笑いライブで滑っても楽屋で爆笑を取れれば満足して帰るで説明しようポンコツはお笑いライブのお客さんの人数は7人くらいがベストで説明しようポンコツはいや俺がオカマキャラ始めたのはまあなんつうの誰もやってないところに注目してプラスいるだけで存在感があるそこから始まったんだよね一つも成功してないのに成功表を話せよてん必殺8年もやってるのに一向に流行らない逆攻撃大喧嘩大喧嘩大喧嘩再度喧嘩てん説明しようポンコツは皆謎かけだけはうまいカズーとかけまして成長速度の遅い果実と解きますその心はなかなか売れないいやこれはニョーじゃなくてニョーじゃなくてなかなか売れないのと成長説明してたよ冗談じゃないよポンコツは
一つはマセキ芸能者みんなで営業に行った時に最後の集合写真の立ち位置がわからない。まあ大体みんなでこうナイツがいるね。ナイツがいて、ナイツがいて、まあそれよくニッチェかな。ニッチェがいて、それよくやっぱ売り出し中の三四郎とかね、三四郎とか、あこの辺りかなと思うんだけど、営業になるとここにパッションやらが入ってくる。パッションやらが入ってくる。パッションやらが入ってきた。私この辺になる。もうやりすぎて受けないかこれ。